やっぱり21世紀は車が空を飛び交っていると子供の時には思っていましたね。皆さんもそうじゃなかったですか？けど現実は描いていた未来とはだいぶ違いますよね。近い将来に入れるんでしょうか、空飛ぶ車。その一方でこんな話を聞いたことありますよ。数千年前に絶滅したマンモスなどの生物が再生できるようになると、しかも数年後に。すごい話ですよね。どうなっていくんでしょうか、僕らの未来は。ではここで1曲お聴きいただきましょう。じゃあまた。あれ？ああ、あそこの公園、今度マンション建つんですよ。そっか、なくなっちゃうんだ。よく行ったんや。早いですよね、移り変わりが。次はリスナーからの悩み相談コーナーです。一緒に出口を探しましょう。メッセージだ。今電話してますよ。もしもし。もしもし。ラジオネームワンダーボーイ君。はい。メッセージを見ました。好きな人ができたって。はい。結婚しようと思ってるんです。付き合ってかなり長いんで。いいじゃないですか。運転手さんはご結婚されてるんです？ええ、もう30年になりますか。素晴らしいですね。いえいえ、素晴らしいですよ。うちなんて最近会うたんびに喧嘩ばっかりしてて、本当大丈夫かなって。君の気持ちは伝えたの？いえ、まだ。じゃあまずデートに誘ってみるか。どうしたらうまく誘えますか？どうやったらうまくいきますかね。え、ああ、長く連れ添うと一緒にいることが当たり前になるじゃないですか。ええ、わかりますけど、さっきの公園の話と同じじゃないですけど、いつか必ずいなくなるわけで、どちらか先に。そんなこと考えると大抵のことは許せるようになりませんか？なるほど。わかりました。じゃあメール送ってみます。ダメ、直接誘わなきゃ。デートに誘うところからデートが始まってるんだよ。したの？カット。あのさ、もっとちゃんと演技してよ。ちゃんとって？いや、中学生役なんだからさ、もっと初々しく。はーい。じゃあもう一回行くよ。ほら、初恋の気持ちを思い出して。じゃあよーいスタート。どうしたの？ごめんごめん。ごめんなさい、私の方こそ。いや、よかったら今度の休みにデートしませんか？えはい、よろしくお願いします。はい、カット。オッケー。どうした？いや、ラストシーンどこで撮ろうかなと思って。もう。遅いなぁ、マジで遅い。ごめん、待った？いや、待ってないよ。本当？行こう行こう行こう。スカイツリーまで急いでもらっていいですか？はい、わかりました。でかいな、入るかな。なんで俺は彼女をスカイツリーに誘ったんだよ。え？いや、勇気が欲しかったからでしょ。あ、東京に日本一でかい建物を建てる、それってさ、実は相当パワーのいることだろ。ここにいるとなんか悩んでることとかさ、ちっぽけに感じない？ごめん、待った。許す。よし、行こう。本当にごめんね。いいよ。時間大丈夫そうですか？いや、遅刻なんですけど、遅刻はもう変わらないんで。なんかすごいよね。多分100年後もこうやって見上げてる人がいるんだろうなと思って。すみませんちょっとエキストラで出てもらっても大丈夫ですか？はい。自主映画なんですけど、学生の歩くだけでいいんで。いいですよ。本当ですか？ありがとうございます。どういう映画なんですか？初恋です。初恋。ちょっとここで待っててもらってもいいですか？はい。すいません。いいね、初恋。そういえば待っててくれてありがとう。ありがとうございました。まもなく本番行きます。おいおい、うまくいくのかな、初恋は。きっと大丈夫。